オークションで、少し前の出来事で、誰にも言っていないんだけど、ここだったら話せると思って。親族の結婚式に出席をすることになって、一応既婚者なので、留め袖を着ないといけない。着物は好きな方だけど、留め袖なんて、そう何度も着るものでもないし、着道楽でもないし、あんまりお金はかけたくなくて、レンタルとどっちが安いかな、くらいの感覚で、オークションを覗いてみた。まあ、モニター越しにわかるいい品とかは、それなりにいい値段がついていたんだけど、リサイクルは、レンタル品借りるのと、そんなに変わらないようなのだ。で、柄がそこそこ趣味にあって、家紋が、うちのと同じ留め袖を見つけたので、入札。競合者もいなかったので、そのまま落札できた。でまあ一通り連絡とか郵金とか経て、留め袖が送られてきた。リサイクル品なんだけど、まあ着る機会が少ないっていうのもあるのか、気になる痛みもないし、状態はすごく良かった。何気なく留め袖を羽織って、姿見に移していたら、後ろからギュッと右の袖を引っ張られる感覚がして、とっさに鏡の方を見たら、知らない男の子が袖を引っ張っていた。振り返ったけど誰もいなくて、もう一度鏡を見たけど、その子はもう映っていなかった。怖くなって脱ぎ捨てるように、着物を体から引き離したら、耳元で、お母さんは?って聞かれた。うちにはまだ子供はいない。どんな格好だったかは覚えていないけど、洋服だったと思う。四五歳くらいで、顔を見上げるように、こっちに顎を上げていたんだけど、目は閉じていた。口があーんと開いていて、そして片手でつまむように、着物の袖を引っ張っていた。気のせいかと思ったんだけど、その夜、寝ている私の胸の上に、ものすごい形相の女の人が、正座して、何かブツブツと言っていたんで、もうその言葉が、はっきり、何言ってるか分かったらやばい、と本能的に思って、結婚式は洋装で出ることにした。申し訳ないけどその留め袖、別の ID で出品した。落札した方ごめんなさい。元の出品者には、いい評価つけてあります。呉服屋さんとか、貸し衣装屋さんではなくて、リサイクルショップからの出品でした。遺品整理、訳あり品買い取ります。秘密厳守とかよく書いてあるでしょ。こういうのかなって思いましたよ。夏の旅館。去年の話、ちょうど今ぐらいの季節、うちは親友と二人で、とあるバンドの夏ライブツアー全箇所制覇に躍起になっていた。二人して半年かけて貯めた金をこのツアーすべてにつぎ込んで、燃える夏を過ごしていた。で、実はこの親友がかなり見える人で、私もだいぶお世話になったりしていたんだけれど、その日、地方のライブで何とか見つけた旅館に泊まれることになって安心していたんだよ。ライブが終わってその旅館に行って受付済ませて中井さんに案内してもらった部屋に入った瞬間、親友がゲッて言ったんだ。もちろん中井さんにも聞こえて、うちがどうしたのって言う前に中井さんがどうかなさいましたかって尋ねたんだよ。そうしたら親友が、
まあ、なんていうか、他に部屋ってないんですよね、って、遠慮がちに言い出して、それを聞いたとき、うちは悟ってしまって。当然、夏の行楽シーズンに、宿が取れただけでも、マシな状況で。中井さんは、申し訳ありません。本日は満室になっております、って言うよね。ああ、じゃあ、うん。いいです、って、諦めて親友が言ったんだけど。どっちかと言うなら、うちの方がへこんでいて。仕方がないから荷物を置いて、買ってきたペットボトルのお茶を飲みながら、今日のライブについて話して盛り上がっていた。ほどなくして、部屋に備え付けのシャワーを交代で浴びて、中井さんが用意した布団に入って、それでもしばらく話を続けていたんだ。けどさすがにその日で5公演目だったし、運が悪かった日は寝カフェに泊まったりもあったから割と疲れていて、1時前には眠りについていたかな。うちは完全なる爆睡状態だったんだけど、いきなり、てめえ、うぜんだよボケ!っていう親友の叫びで目が覚めた。びっくりして飛び起きたら、親友は普通に寝ていて、何って話しかけたんだけど、めんどくせえ、朝起きたら言うって言われて、しぶしぶ寝た。朝になって、先に起きたうちは、まだ出るまで時間があったから、今後のツアーの日程と泊まるところの検索を、持参のパソコンでしていたんだよ。親友は寝起きが最悪だから、自分から起きるまで放っておいた。起こすと怒ってくるんで。1時間半くらい経って親友が起きてきたんで、昨日の夜中の件について聞いてみた。したらまず、中井さんに案内されて部屋に入った時に、襖の前に女が立っていたと。結局変わる部屋もないし、多分大丈夫だろうと、その部屋で過ごしていたら、女はひたすら、うちに抱きついてきていたらしい。うちが極度の怖がりなのを知っていたんで、行ったらまずいと思って黙っていたと。それから寝る時になって、女は、うちでは気がついてもらえないと諦めたのか、今度は親友の布団に潜り込んできたらしい。しばらく放置していた親友も、腰やら足やら、サワサワされて、寝つくことができずにぶち切れて、その女の顔面に蹴りを入れたと。それが夜中、叫んだ瞬間のこと。その後はその女も、おとなしく、布団の前に正座していたらしい。ちょっとかわいそうだな。旅館から出るとき、受付で親友が、おかみさんを呼んでくれと何やら話していて、部屋で会ったことを要点だけ伝えていた。その時親友が、風呂場の排水口に大量の髪の毛がうんぬんって言っていたのを聞いて、うちはさーっと血の気が引いた。風呂は親友が先だったんで、その髪の毛はてっきり親友のだと思っていた。だから手に取って、あいつ抜け毛激しくないかとか思いながら捨てたんだ。考えてみたら、親友の髪は今焦げ茶だから黒じゃない。うちも相当抜けてるなと思った。最終日におかみさんから、謝罪と宿泊費の三分の二を返してもらえることになったのだけは、ちょっとラッキーだったかな。患者の日記。私の先輩が看護師として勤めている病院であったこと。先輩のチームの受け持ちの患者さんだった末期癌の初老の女性が急変し亡くなった。社交的で明るく、ナースや同室の患者とも仲良くやっている感じのいい人だった。身寄りのない人で先輩が私物の整理をしていると、一冊のメモ帳が出てきた。何の気なしにパラパラめくると、日々の日記や病院食の献立、見たいテレビ番組のメモなど、たわいのないものだった。
今日は看護師のバツバツさんと散歩に出かけた。バツバツさんは先輩の名前。相変わらず優しい人。私の話もよく聞いてくれて心が晴れた。噴水も綺麗だった。などという記述があり、先輩は少しほろりと来たとか。しかし、亡くなる前日の内容を見て先輩は戦慄した。それまで黒のボールペン一色だったメモ帳が、そのページだけ赤や青などの色が使われている。字体は汚く、字の大きさにまるで一貫性がない。バツバツは以前から私のことを嫌っていたようだが、最近は露骨になってきた。注射はわざと痛くするし、体を拭くのも雑で乱暴だ。もう我慢できない。薬の中身も先生にバレないようこっそりと変えてる。私にはわかる。いつも薄笑いで馬鹿にしてる。許さない。やってやる。やってやる。やってやる。想像の中で何度も練習した。きっと成功する。明日やってやる。血を取りに来た時、首を刺して、そのまま横に裂けばいい。これを書いているだけで心が晴れる。今夜は眠れそうにない。先輩は、同室にいる同僚や患者さんに動揺を隠すのが精一杯で、その後どう動いたかは覚えてはいない。メモはすぐゴミ箱に捨てた。しかし、ベッド交換を行った同僚が、ベッドの壁の隙間の死角からハサミを見つけた。特に誰も気には留めなかった。先輩以外は。先輩は本気で退職を考えたが、思いとどまった。少なくともこの部屋には二度と立ち入りたくはない、と体調不良を理由に転科を申し出て、病棟業務から外れた。当たり前だけど先輩は邪険に接したことなどないし、むしろ自分には心を開いてくれてるように思っていた。恨まれるような心当たりはまるでない。今でも思い出してしまうと、全身の毛が逆立つようだと言っていたよ。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。今日の私はグーを出しました。でそれパーを出したあなたは午後からラッキータイムでございます。なんか明日から3連休なんですよね。ねえ、3連休のスタートにラッキータイムいいじゃないですか。ねえ、おめでとうございます。そして今日のラッキーアイテムでございますね。今日のラッキーアイテムはですね梅干しでございます。梅干し食べてスッパマンでございますね。梅干しを食べましょう、体のために健康志向でいきましょう。まあ、いや、うち梅干しつけてないよって方もね、たくさんいらっしゃると思います。大丈夫です。おにぎりの、なんかおにぎりを買うとですね、梅おにぎりが売ってますからね。おにぎりって言いにくいね。おむすび買いますと梅おむすび売ってますからね。おむすびを買いましょう。おむすびじゃん。じゃあおむすびですか、ラッキーアイテムは。そういうわけじゃないです。梅です。梅干しです。梅干しってでも美味しいよね。あの、たくさん食べれるもんじゃないんだけど、おむすびの中入ってて、あの酸っぱさがいいんだよね。ねえ、梅干し食べて酸っぱマンしつこいということで、おはなれコンでした。梅干しでございました。またね。酸っぱマン。